文書に名前が載っていた高市大臣は私に関する部分は内容が不正確だとし議員辞職する考えはないことを明らかにしました。私に関しての部分は4枚でございますけれど、作成者が書いていない、日時が特定できていない、内容が不正確である、といったことで私は、これは不正確であると理解をいたしております。高市大臣はまた当時の同席者に確認し認識は一緒だったとして文書は捏造だという考えを改めて示しました。さらに立憲民主党の議員に捏造でなければ議員辞職するかと問われ結構だと答えていたことについて、辞職を迫るのであれば4枚が完全に正確なものと相手様も立証されなければならないと述べました。